こんにちは。敷島住宅公式 YouTube です。本日は私、和田が敷島住宅で採用している3種類のキッチンをご紹介させていただきます。本日ご紹介させていただきますのは、タカラスタンダードさん、リクシルさん、クリナップさんのキッチンです。新築が欲しいと思った時に、分譲住宅ってどんな設備なんだろうと一度は考えたことがありますよね。分譲住宅のキッチンはホームビルダー専用商品というものを使われている企業様が多いです。そのホームビルダー専用商品というものの性能や使い方をお伝えしていきます。それでは行きましょう。金だわしでこすっても傷つかない、汚れも簡単に落ち、マグネットがつけれる優れもの。収納の取っ手部分や引き出しの中にもホーロー素材をカスタマイズできますので、汚れ傷に強いキッチンです。タカラさんのキッチンはワークトップとシンクの継ぎ目がないので、ゴミが溜まりにくい設計になっています。ですので掃除しやすく常に清潔を保ってますね。続きは次週です。動画視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、また概要欄からインスタグラム、ホームページのチェックの方よろしくお願いします。ではまた来週。しばらく止まって、ではまた来週で止まっといた方がいいですね、今すぐ。